ぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うぴゃー！バカだ。キャンサーのゴールドクロスが、すべて俺から離れただと？おそらく、ゴールドクロスの意志。悪に染まったお前を、クロス自身が、ゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、このシリューの誇りが許さない。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。デスマスク、お前はこのシェリューの逆鱗に触れたのだ。俺様をなめるなよ。はいっと。バカめ、お前は俺を倒せるようにチャンスを無理したのか。今回の勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。ウカさん、俺のコスモは確かにまだゴールドセイントの息を出ていないかもしれない。悪を滅ぼす真のセイント、たとえ一瞬でも俺のコスモゴールドセイントの息まで高められるはずだ。この死の国で赤色冥界法を喰らい続けると、おそらく魂はズタズタになり、見知らぬ次元に飛散し、未来永劫現世に転生することもあるまい。よっしゃ、お前の魂を引き裂いてやるぞ。お前か、動くなよ。言っただろう、シリュー、クロスを脱げばお前は死ぬと。覚悟の上、燃えろ勝利の炎。ボタン、命燃え尽きようとも。ウィナー、お前にゴールドクロスを待つ。こんなことでは竜の名折れだ。シリュー、シリュー、瞬間は誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしやロボシ。春霊は無事なのですか。よかった、ロシ、ありがとうございました。ん、シリュー、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュー、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ急ごう、次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。魚介球を主流に任せ、単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟、レオのゴールドセイントアイオリアだった。サオリをアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、この
のレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。沙織さんは教皇だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜けなければ手遅れになる。沙織さんは、アテナは死ぬんだ。何？アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて、四死球を通らせてくれ、アイオリア。残念だが、それはできん。言ったはずだ、この四死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜ。所詮ブロンズで。ファイト。いや、撃てよ、ファイトニングムーン。なんだ、あの冷酷な目は。なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。ファイトニングボルト、ファイトニングプラズマ。神智勇を兼ね備えた、まさにセイントの鏡のようだ。アイオリア、アイオリア、今はまるで悪鬼のようだ。俺には効かんぞ、レイヤ。死の覚悟はできたぞ。まだまだ。ハイトニックボルト、ペガサス、流星剣。実力もわきまえずゴールドセイントに挑戦してきた。その愚かさを思い知るがいい。たとえ勝てないまでも後から苦しみを。俺のことを。ペガサス、流星拳。よし。回復だ。まだまだ。ペガサス。ウィナー、俺は四死球を守る。セイヤ、セイヤ、どうしたのです？諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。あなたは希望、この地上に生きるすべて。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ファイト。往生際の悪いやつ、今度は人思いに心臓を砕いてくれるわ。俺には効かんぞ。神智勇を兼ね備えた、まさしくセイントの鏡のようだったアイオリア。このアイオリア、今はまるで悪鬼のようだ。貴様、実力もわきまえずゴールドセイントに挑戦してきた。その愚かさを思い知るがいい。たとえ勝てないまでも後から来るシリーが真のために。ファイトニングセイントに、お前や二つは関係ない。今日教えてくれたのはあんただ。俺には効かんぞ。あの言葉がなければ俺はセイントにはなれなかった。希望を持ち続ければ奇跡を起こせ。俺には効かんぞ。ペガサス、流星剣。そろそろとどめを刺してやる。ファイトニング、セイヤ。ファイトニングクラスマ。セイヤ、死の覚悟ができたか。流星剣。英雄、
けられない。ちょっと手加減しすぎたかな。バーティー、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。セイヤ、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。どけカシオス、お前ごとき増票に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。うわバカな。カシオス、お前なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないっていうのか。どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。せよ、手加減。ファイト。アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。一瞬で撃つ。俺のコスモよ、俺にはいるぞ。位まで高まっている。俺には機関の我がいくらコスモを極めたところで、俺には機関の敵敵を共にはしねえ。俺には効かんぞ。勇敢なセイントというだけでなく、人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにも、この命ある限り俺は諦めない。アイオリア、目覚めろ。正義の術師よ。俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、
カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヤ、アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女宮へ向かうぜ。待て、セイヤ、一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいるすべてのものは生き絶えるのだ。聖夜、シリュウ、シュンの3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント、乙女座バルゴの釈迦が守護する第六の宮処女宮へ乗り込んだ。だが釈迦の強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。この線を越えると死ぬぞ。迷わずあの世に行ったな。ファイト。私にあだなすと心得者め、命が惜しくばおとなしくひざまずき、大地に頭をすりつけ私を拝め。さあ、残念だが俺は真実は信じない。天武法輪、天武法輪、宝玉会長、宝玉会長、宝玉会長、俺のことは萎縮しているのが手に取るように分かる。この敵来、蛇に睨まれたカエルとはこのことか。オウム変なコーナー、反逆者の君にもはやクロスは不要だ。私が敗人であろう。俺は蘇ってみせる。シャカ、このフェニックスの炎で灰にしてくれる。言っただろ、死ぬ覚悟はできているのか。どうやら私は君を見つけていたよ。およっ、魔女カーン、エリックスの魔女を渡そうか。オウム、およっ、帝王、ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手。フェニックスを滅ぼすなど勝死。
たかよ。お前はそれほどの力を持っていながら、なぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けるわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。どうした答えられんのか、釈迦。私はどんな相手であろうと悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇、正義だ。バカな一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。な、何？天武放輪。釈迦の、釈迦の目が開いた。バカだ。腕が、足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュッ、置いていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。神に近い男といえど地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行くかな。ファイト。オーム。一気の劣化は全て断ち切ったはず。ゴールドセイントしか体得していない五条戦地図に目覚め始めたという。オーム。変な飛び飛ばしていたところで君たちが再び光の方向に戻ることなど決してない。そうだ一騎、君の命が残るわずか。今度こそ私の前にひざまずき心へお詫びるがいい。そうすれば万に一つ救われるかもしれぬ。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。この世で頼るものは俺自身の力だけよ。およ、大将。およ、大将。帝王、ウィナー。俺は
神仏は死に、何もかも捨てたはずが、これでは。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だ。さあ釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだシェン、セイヤたちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。第7の宮、天秤宮において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセイント数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死、同志が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老師が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします、老師。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます、老師。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に。よみがえる発想よ。やった氷河。体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。